ダジャハオメス頭はコンクリ。今日は沖縄県に来ました。名古屋から飛行機で2時間ほどで着きます。今から晩ご飯、居酒屋、そうおすすめの居酒屋。そんなに美味しい沖縄料理らしい。ここは何、ここ、すごい。あそこの奥にあるよね。すごい。行こう。はい、できますよ、大丈夫ですよ。乾杯。お疲れ。あ、でゴーヤチャンプルな。はい。すごい。おしゃれすぎ。わからんね。そう、看板もないよ。すごい、美味しかったね。シーサー、かわいいね。あのさ、カルビじゃん、開けたての紅芋のポテト食べる、そう、ここしかないの味よ、紅芋の。見て、あれだよ。またやってるかな。スイートポテトで1個。月食すると。うん。オーダーストップじゃん。あ、そうなの。たたまコンクリ。2日目の朝。うん、気づかないね。かわいい。おもろ町駅。で、今レンタカーのそこも。あそこにある。もうすぐ着くよ。ソーキそば、あと、あ、見て、読み方わかる？シャリが熱いな。じゃがるらしい。あ、すごい、最高や。いいじゃん、すごい。これがメニュー。私、ソーキそばがいい。生麺。テピチそばにしよう。テピチは豚足よ。え、じゃあダメ。このジューシーはさ、見たらさ、ジュースと思うじゃん。違うよ。炊き込みご飯。沖縄そば。軟骨とソーキ。これはテピチそば。いただきましょうか。豚足ね。豚足。ブニョブニョだ。いいね。あ。うまいよね。麺は自家製らしい。生麺。うまい。優しいわ。朝ごはんでも全然いけるかも。そう。これがジューシーだし。炊き込みご飯。こんな感じね。あと肉ちょっと入ってる。いただくよ。もし色のが見たいのか。ペリカン村、あれ、うん、で私前行った時あの観覧車あったけど、なんかないね、もう足しかないね。さっきも蕎麦屋さんで見えたんよね。来た、おお、いきなりアメリカになった。来た。見て、首がないよ。ほんと、行って。
ね。やだ。本当だ。涼しいね。開いてるのかな。クロス11時間だ。今何時？オープン。あ、まあオープンだ。じゃあこの塩ミルク&ベニーモのソフトクリーム。どこ？これか。コント、コント。ブルーシールとか。うん。沖縄のアイスクリーム屋さん。有名な。そうらしい。うん。初めて知ったけど。うん。アマコンクリーム。わお。わお。今チュラ海水族館迎えてる。すごい。沖縄の海だ。うん。この信号は左方向です。もうすぐだ。チュラ海。着いた。入荷の日に5時半。海だ。入荷。入り口はあっち。あ、そうなの。こっちってこっち。あっちか。また経験者なのに。こんなに。あ、ちょっと待って。おすすめ。違う。おすすめはコンビニさん、そういうなんか冷凍のやつ実は売ってる。これ夏ぴったりかも。溶けて溶けて冷たく見える飲める。これ何？これはなんか垂れた。垂れの時な。垂れの時だってそういう感じで飲むの。あんた垂れの時こんなに飲むな。だからこれつけるじゃん。うるさいな。チュラ海水族館だけど海もめっちゃ綺麗。はい、じゃあこちら2名様のチケットです。はい、どうぞ行ってらっしゃいませ。はい、かわいい。寒い。呼吸するか。綺麗。もう綺麗。マジでかいよ。いってるね。うん。美味しそう。え、こっちどういう感じにしてる？休憩？すごいな、ここ。ここが一番メインスポット。そう。ジンベイさん来たよ。本当だ。もうちょっと下来てほしい。うん。すごい。うわ、来たよ、カズ。うわ。あれか、エサ？でかいね。うわー、チュラ海水族館。バイバイ。今日の動画はいかがだったでしょうか。沖縄旅行の動画は1本に収まりきらなかったので、後日残りの分をアップします。これからも旅行の動画やグルメの情報を中心に発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。バイバイ。